It's a girl, my lord, in a flatbed full. Slowing down to take a look at me. Come on, babe. こういうね、皆様からいただく一言、これがね、意外とそうか、そうだったのかってことに気がつくことがあるんですよ。これがフェイズっていうのは、一言なんです。ビビッとくる一言なんです。こんな素晴らしい旅行がなぜ、なんで旅行会社売らないの。高いからね、旅行会社高いからです。いやでも長いでしょ、みんな3ヶ月も休めないわよとかね。まだそんな年じゃないこれまだそんな年じゃないっていう方は大体60年の方です。いやもうとっくにその年ですよって言いたいんですけどね。だけどなんでこんなに広まらないんだろうって全員が同じ悩みを持ってました。例えばこういう疑問ないですか。映画界と地中海ってどっちが合うの。最低1週間しか休みが取れない方は3回行かないと地中海の、全体は見られないかなと思いますね。旅行会社の方はね、やっぱり夏がいいですよって言っちゃうかもしれません。本来一番皆さんにお伝えすべき魅力的な港の情報が提供できていないということが、その情報がなかった港の方が印象深く思い出に残る。だったらそういう無名な寄港地をどんどん紹介しようと思いまして、たまに行くんじゃなくていろんな船がこの港には寄ってるぞっていう回数を制度値をつけて確認しまして、1週間頃の場合は多分8割9割は網羅してると思います。これ7泊ですから8カ所ありますけど、その半分が知ってるところ半分が知らないところぐらいの五分五分のところで、選ばれるといいと思います。皆さんと一緒に待ち歩きをしながら撮った写真だけで、また船から撮った写真だけで構成してますので、港の位置って電話で説明するのとても大変ですよ。行ったことがないから何かにして、これは乗船前の情報を入手と、それから乗船中に実際に現地で使っていただきたいですね。この風景が見られるのは船旅だけなんです。Yeah.